群馬県道7号大間間上、白井線は群馬県緑市から渋川市に至る県道である。緑市大間間地区から、桐生市黒骨地区や赤城山を経由し、渋川一小持地区までを結ぶ路線である。旧称は大間間小持線である。車両通行不可の区間が桐生市黒骨町市も田沢前橋市。 藤見町赤木山間と、前橋市藤見町赤木山渋川市赤木町、水泥木間の2カ所に存在する。現在の本県道は、1993年に、国道353号が渋川から桐生まで延長指定された際、県道渋川大間間線と、県道大間間宮城小持線の残った区間をまとめて、指定したものである。道の大部分は以前は、 県道渋川大間線であった。この県道は渋川市の国道17号を起点とし、ぞろ木、赤木山、下田沢を経由して大間ままで通じる経路であった。赤木山に通じる経路は渋川、紀流方面ともに当時から未開通であった。現在はこのうち渋川ぞろ木が国道353号に指定された。 現在のみぞろ木終点にあたる区間の大部分は、かつて県道津久田停車場前橋線の経路だった。1976年に、大間ま三代沢山口、ぞろ木大城白井間が、大間ま宮城小持線に指定され、津久田停車場前橋線の津久田持ち、柏木間は1984年に、現在の経路に変更された。大間ま宮城小持線は、 みぞろぎ体上白い管を残して、国道353号に指定された。緑市、大間,間町6丁目交差点県道62号73号の終点かつ、県道69号の起点でもある。方向が、国道122号、国道353号、県道62号、県道70号、方向が、国道122号、 国道353号、方向が県道69号、方向が県道73号である。赤城神社にの鳥居道の駅トンネル平成5年群馬県国時代343号の大間ま小持線に基づく表記。2006年に渋川市他周辺自治体と対等合併し、現在は渋川市や赤城町。 平成5年群馬県国時代343号の大間ま小餅線に基づく表記。2005年に、気流市に編入されて、現在は、気流市黒骨町。ありがとうございます。